レイコールザンドリ、または、レザンドリは、フランス、ノルマンディ地域圏、ウール圏のコミューン。レイコールザンドリは、セーヌ川の湾曲部の中心、緑深い谷にある、パリから 100km、ルーアンから 40km 離れている。歴史記念物に指定されているレイコールザンドリ、三次会聖堂やガイアール城のある、観光地となっている。レイコールザンドリというコミューン名は、 プティ・タンドリとグラン・タンドリという二つの町の統合によって生まれた。セーヌ川の丘陵地帯にあり他とは異なる植生を、モッツレイ・コール・ザンドリは、ナチュラ2000に登録されている。8世紀初め、アンティルガムと呼ばれていた。830年頃のフォントネル修道院の、ブクン市においては、アンデラグム、1045年にはアンデライオカムであった。ガイアール城、ノートルダム三次改正道。 レオン・クティルの発掘した考古学的証拠から、レザンドリ一帯では少なくとも新石器時代中期より人が定住していた。小さなガロローマ時代の劇場基礎跡が残っている。現在のベクサン地方を本拠としていたガリアの一部族、ウェリオカス族が次第にローマ化されていったことを示している。しかしオッピルムは出土されていない。10世紀以降、 アングロイコールスカンディナビア人の小さな植民地がレイコールザンドリの地に作られた。多くの地名が住民が声語かフルノース語を話していたことを示している。例として、現在のオーグの森はノース語でハウガーと言い,い、丘、または森のある丘を意味した。レイコールザンドリはルーアンダイ司教の領地であった。しかし年、ノルマンディ公リシャルに上され、 1199年に、リシャールが死ぬとその弟ジャンが相続した。1204年、フランス王フィリップ2世がレイコールザンドリを獲得した。1737年、ジゾール伯爵寮の一部として、レザンドリ死尺寮が設置された。1742年、伯爵となったのが、シャルル・ルヨーギュスト・フーケド・ベルルである。1762年、ルイ・シャルル・ドブルポンが、 ジゾール公爵領を相続。1775年、ブルボン・パンティエーブル,公ル・コール・イジャン・マリード・ブルボンが、ジゾール公爵領を相続。イゴ・ブルボン・ウォルレアン家がレザンドリ磁石の称号を継承しており、現在の磁石は、フランス公ジャンである。コミューンの最も華麗な記念物は、疑うまでもなく、ノルマンディ公のガイアール城である。現在城は、セーヌ川を見下ろす廃墟となっている。 城からは広い谷とセーヌ川の大きな屈曲部が妨げるものなしに見渡せる。12世紀後半、ノルマンディーを領有していたのはイングランド王家であるプランタジネット家で、フランス王国はセーヌ川やそこから海への交通を握る豊かな土地を常に目に捉えていた。代々のノルマンディー公たちはこの戦略的要所を守るため、対フランス国境地帯に一連の城を建設した。 これは、広告の首都たるルーアンを守るためでもあった。エプトの要所がフランスの手に一部落ちると、リチャード実身の王は1196年にガイアール城の建設を始めた。そこは、セーヌ川の石灰岩室の崖の上であった。この位置は、南高不落であると考えられていた。フランス艦隊がセーヌ川を下るのを阻止するため、川床に三列の杭が打ち込まれた。 伝説によると、ガイアール城は1年で完成したという。1197年、リチャード王は、私の1歳の娘は、なんと美しいことか、と言ったとされる。リチャード王没後、フランス王は、遠征を指揮し、ついに1204年に落城させた。ガイアール城の落城の知らせは広告に衝撃を与えた。セーヌ川高校が自由になったことを意味したからである。 そのわずか数ヶ月後、シュトルーアンは陥落し、約293年続いたノルマンディー公国の独立は終焉を迎え、フランスに併合された。修復されたガイアール城は、牢獄とされていたが、百年戦争中の15世紀、16ヶ月もの、包囲戦のセイングランド軍が制圧した。ロイヤルミミック、水の組、いつかは行きたい。 ヨーロッパの世界で一番美しいお城山と書防2014年84ページ ISBN 978から4から479304890ありがとうございます